トイレ。なに、お家のトイレか、トイレの方がいいんか。うん、お店のトイレはいいろ。赤の日記。あれほどお店のトイレ嫌だ嫌だって言ってたのに。せーの、皆さんこんにちは、くろです。今日はね、今度入るね、幼稚園に向けて準備をしたいと思います。何かというと、今度行くところはお昼ご飯、エジソンの箸使えないんですよ。保育園、幼稚園のお箸を使うことになります。僕の箸いっちゃよ。持ってっちゃダメなので、この日本橋ね、普通の大人も使うような箸、あれをみんな使ってくんだよね。でもみんな使っとるの？使っとったやろ、みんな。なので、かのさんにもちょっと先に慣れてほしいなと思って。僕も大きくなってから？大きくなったから。かのさんの好きそうなお箸を見に行きました。選んでね。おもちゃコーナー走っちゃダメだよ。お箸コーナーだよ。がおもちゃコーナー走らないよ。走らないよ。一つ決めてね、一つ。え？ピッチピッ。取る。取る。そうそう。これの、はい、ちょっと待って。こうやったやつの 1.5 倍がちょうどいいんだけど。長。これちょっと長いよね、これでも。でもそれがいいっぽいよ。はい、じゃあお買い物から帰ってきました。はい。かのさんが選んだのはこちら。箸。箸やね、動物さんの絵柄がついた箸になります。でお店でも言っていたんですけど、お箸の選び方として、この距離の 1.5 倍の長さがその子にちょうどいい箸の長さっていう風になってます。かちゃん、ピストルできる？ピストル、パンパン、ピストル、ピストル、そうそうそう、ピストル、ピストル。はい、あのお箸を持つ時にもこのちょっと指がね、大事になってくるので、できるといいかな。ママちょうだいやし。ということで、かのさんがちょうど良かったのは今15センチの箸でした。 16.5 ではね、ちょっと長いみたいですね。今回100円ショップで買ってきたんですけど、まあ、種類はね、ちっちゃい子なんで少ないのはあります。まあ今回は持たせる練習なので、手軽に買える100円ショップを利用してみました。これね、転がりにくいように6角の箸になってます。はい、あのエジソンの箸を持たせて練習した子もやっぱり、ね、箸って使えないんですよ。大きくなってからできるかなって。もできない。うん、今はね、多分ね、上手に持てる子はいない。保育園の子もすっごいね、上手に持ってる子っていうのはほとんどいない。保育園の先生が箸の持ち方を教えるとき、どうやって言うかって言ったら、ピストルしてくださいって言います。パキューン。それに間に乗せてあげて持つように教えられます、最初はね。で、なんとなく持ち始めたら、あ、こんなんだって持てる子が増えるんですけど、まずピストル。ピストル？あ、それピース。ピストルして。バキューンって。バキューン。あれ？なんか一本余分なの出てるよ。違う違う。お兄さん指当てたじゃなかった。お母さん指とお父さん指を立てるの。それピースな。ピ。そう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 。これに乗せてあげる形ですね。さあ。それは時間じゃない。うん。保育園によっては、お家からお箸を持ってきてくださいっていうところもあったり、保育園自身が準備しますよっていうところもあるんですけど、まあね、エジソンの箸もいいんですけど、そろそろこういう箸もね、練習させていく必要があるかもしれないです。今、15センチなんだけど、多分ね、1年も経たずに 16.5 センチぐらいのね、箸に変わると思います。かんちゃん、誰が映っとるそれ。お箸誰が書かれとる？カエル。カエルさんある？かのさんね、エジソンの箸ではすっごく上手に食べてくれます。麺類も食べるしね、キノコも食べるし、上手に持てるようになるかな。握り箸はダメ。ピストルして乗せな。ピストルして、ピストル、ピストル、そう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 、その間、そう、なんかちょっと違うけど、うん。1歳児クラスまではスプーンが多いんだよね、保育園。2歳児クラスになったらもう、あの
箸の練習始まってしまうので、みんなもこれ使っとるんだね。うん、保育園それ使っとるな。こうやって持ち方、どういう持ち方、こうやってピストルして乗せるの、こうピストルピストルピストル。ということで、かのさんの箸修行が始まります。遊ばないでね。これ1月最後の動画になるんですけど、2月はあることに挑戦したいと思います。何かというと、ショート、はい、ショート動画に挑戦していきたいと思います。はい、普通のね、動画がないときはカノさんのね、より密着したショートの動画が上がるので、ぜひご覧ください。みんな見てね。はい、じゃあ今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバイ。